とつか警部、シリーズミステリー列車が消えた。ミステリー列車が消えたは、西村京太郎の長編推理小説。1982年に新庁舎から刊行された。国鉄が企画した行き先不明のブルートレイン、ミステリー号。雑誌、旅窓記者の津山は取材のため、同僚で恋人の乗り金ゆき子と東京駅にいた。 翌朝に到着した場所から連絡を入れると約束して、ミステリー号に乗り込んだ津山だが、翌日の昼になっても連絡がない。心配になり、東京駅を訪れたユキコは、顔見知りの青木助役から、ミステリー号は、すでに、京都の梅小路機関区を見学し、次の目的地の鳥取に向かったと聞かされる。しかし、さらに問い合わせると、 ミステリー号は到着予定時刻を2時間以上過ぎても、鳥取駅に到着していないという。そんな中、国鉄総裁秘書室に1本の電話がかかってきた。突然と消えてしまった1本の臨時列車をめぐり、国鉄と都塚和警部が前代未聞の大事件に挑む。本作における列車消失トリックを日本の現実の鉄道運行システムにおいて実行することは、 発表当時も2021年現在も絶対に不可能である。池田光つの著書、背景と塚和名明警部伝では、当作品中のミステリー列車消失のトリックについて根本的に無理で、はっきり言えば複雑かつ高度な運転管理、保安システムを全面的に無視しないと何も進展しないのです。と評している。塚シリーズミステリー列車は消えた TBS 系列の2時間ドラマ、月曜、ゴールデンで1995年12月25日に放送された。主演は、渡瀬恒彦。池田光翼、背景と塚和明め系伝当受者、1988年、132ページ。ISBN4 から809230376。ありがとうございます。